それではですね、今回の動画では Excel のレート関数の使い方をね、やってみたいというふうに思います。で、このレート関数なんですけども、ローンであったりだとか貯蓄などの定期的な支払いに対する利率を求めることができるということで、まあ、例えば今この表で言うと支払い期間が10年と、で、それぞれ借入金が80万から100万というのが縦に入っていて、返済額、毎月の返済額が9000円、1万円、1万1000円と横に入っているといったときに、支払い期間10年で80万の借入金を起こして、月々の返済が毎月9000円で返していったときの利率がいくらになるのかというのを求めることができますので、まあ、早速やってみたいというふうに思います。で、このまず大前提としてですね、借入金の方はプラスで入れておくと、で、月々の返済額の方はマイナスで入れておくというのが前提としてあって、まあ、さらに今回のこの表でいうと、支払い期間のところに10年という形で今入ってますけども、ここは手入力で10年というふうに入れてしまうと、文字列になって数式にこの10年を使うことができませんので、まあ、何をやってるかというと、このホームタブのこの数値グループのところ、ここをですね、開いてもらって、この表示形式というところですね、ここのユーザー定義、ここでですね、まあ、ここちょっと小さくて見づらいかもしれないですけども、シャープ、ダブルクォーテンションマーク、年、ダブルクォーテンションマークというふうに入れることによって、数値の10というふうに入力をしたときに、年というのが自動的に入るようにできますんで、まあ、ちょっと今ここ警戒消して、じゃあもう一度10と入れてみますけども、数字の10しか入れてないです。ここでエンターを押すと自動的に年というふうに入れることができますんでね。まあ、これも一つ方法として覚えておいてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、それではね、早速、じゃあ関数を入れていきたいと思うんですけども、まずはこの関数の挿入ボタンですね。こちらを押してもらって、このレート関数は関数の分類で言うと財務にありますので、こちらを選んで、で関数名の中をクリックをしてもらって、アルファベットの R を押します。はい、そうすると、レートが、ね、一発で選ばれるかなと思いますので、このまま OK ですね。はい、でまずこの期間のところ、ここは先ほどのこの10年ですね、まあ、10を入力したセルを選択をしておいてもらって、でここは後でコピーをしたいので、絶対参照にしておきますので、キーボードの F4 を押して絶対参照にしておきます。はい、でここはですね、月数に換算しないといけないので、かけるですね、アスタリスクかける12にして月に換算をしておきます。はい、で次に定期支払い額。ここは毎月の返済額ですね。まずこの場合は9000円のところを選択をしてもいてもらって、でここは複合参照にするんですけども、今回はここは行を固定したいので、F4 を2回押してもらって行を固定しておきます。で次に現在価値。ここは借入金のところになりますので、今これで言うと80万のセルですね。はい、でここも複合参照にするんですけれども、こちらの場合は列を固定しますので、F4 を3回押して列を固定しておきます。はい、で次に将来価値。ここは、まあ、完済するということを仮定をして0にしておきますね。で支払い期日、ここは、今回この支払い日のところですね、0というふうに入力されているところ、まあ、ここは月初は1で月末は0になりますので、まあ、手入力で0というふうに入力してもらってもいいですし、今回の表に関しては、ここに0というふうに入力をしてありますので、このセルを選択をして、ここは絶対参照なんで、F4 を1回押しておきます。はい、まあ、これで OK ですね。はい、そうすると 0.524% ということで、利率を求めることができましたと。であとは、下と、あと右側にコピーをしてもらえば、それぞれの利率が出ますということですね。はい、まあ、こういった形で、まあ、レート関数ね、使っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。